皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は最近結構なんか危ない感じになっている鉄道会社 JR 東海について、なんでこういう状態に急に陥ってしまったのか、そのことについて皆さんに紹介していきたいと思います。 JR 東海といえば結構毎年多額の黒字を出す有料企業、そういう風に認識されているのではないでしょうか。実際に見てみれば分かる通り、2019年には新幹線の利用者数が過去最多を記録するといった、結構どんどんただでさえすごい黒字だったのに、さらにこの黒字の利潤を上げていく、これぐらいすごい会社でした。ですが突然今年になってから急に風通しが怪しくなりました。今回はそういった突如数ヶ月で脱落することになってしまった JR 東海はなんでこうなったのかについて、皆さんに分かりやすく紹介していきましょう。このチャンネルではなるべく分かりやすい動画を心がけています。興味がある方はぜひ最後まで見てくださいね。それでは始めていきましょう。とはいえ具体的にどんぐらい JR 東海がやばいのか気になる方はきっと多いことでしょう。というわけでまずはその現状からお話をしていきましょう。まずは利益の下がり方から。今年の1月から3月でなんと去年の10月から12月と比べて 16% ぐらい減ったみたいです。これまで JR 東海というのは出張だったり普通に外国人等がやってくることによってどんどん利用者が増えてましたが、突然このウイルス騒動によって急激に減っていきました。特に純利益が 85% も減ってしまいました。ちなみに驚くべきことに、一応これでもなおまだ黒字だったそうです。しかしながらもっと恐ろしいのが4月と5月。3月頃では一応まだ利用者は半分くらいまでしか落ちてませんでしたが、5月になってくると半分どころかもう9割減という状態でした。ちなみに現在では若干本数を減らしています。それでもなお利用者がなんか9割も減っていることから、これは本格的に赤字なんじゃないか、そう思えてきます。このウイルスショックはまだまだ続くでしょう。この結果しばらくはこの東海道新幹線含め JR 東海の鉄道路線の利用者が減っているのは間違いでしょう。これが現状ですが、ではどうして JR 東海はかなりヤバい状態になっているのか、今回は3つの理由とともに紹介していきましょう。話の目次にも書いております。まずは1つ目、収益の依存関係性。ここからお話をしていきましょう。まず一番言いたい点はやはり JR 東海の収益源の9割くらいが実は鉄道の事業です。鉄道の事業といえばやはりお客さんを運んでなんぼ、そういう状態です。そういう事業に対してコロナウイルス、これが広まってしまうともう利用者が根本的に減ってしまうため、直接売り上げががっつり落ちます。 JR 東海は基本的にこの鉄道の運輸に力を注いでいますので、かなりここでダメージを食らうでしょう。とはいえもちろんダメージの幅にもあります。例えば 5% 減るくらいだったら痛くも痒くもないと思います。 JR 東海自体利益率がかなり高いので、その利益率が下がる程度で全然赤字にはなりません。ですが今回はそのレベルが違います。そう、ゴールデンウィークを中心に新幹線の利用者が9割ぐらい減ったという点です。これは相当やばいと思います。鉄道事業の中でも最も儲かるであろう鉄道の旅客輸送の運賃収入、こちらを見てみましょう。新幹線の場合2019年3月時点ではどうやら 12,918 億円、なんと1兆円という額を超えています。すごいですね。一方で在来線の方は10分の1以下で1000億円程度でした。そう、新幹線の方が13倍も運賃収入を得ているという感じです。この売上だけ見ればJR 東海新幹線は在来線と比べ9倍くらい、もう運賃収入で言うと 90% 以上、これが新幹線で賄われているということになります。もちろんこれはあくまで売上の話ですので費用とは含まれていません。純粋に売上から費用を抜いた利益というので見ればもう少し構造は変わってくるかもしれません。ですが見れば分かる通り、赤さまに新幹線の運賃収入に JR 東海が頼っているということが分かります。このような感じで新幹線にものすごい収益を依存していますが、この新幹線が今回ウイルスによってダメになりました。厳密に言えば運行はできるものの利用者が全く来ない、こういうとんでもない状態になりました。ゴールデンウィークは休日のためにこういった旅行客等が中心に乗ってくるため、その旅行客等がそもそもいないということから利用者が減っているのは分かりますが、ゴールデンウィーク前の4月でも新幹線の利用者はかなり少なく従来の2割程度、人との接触を8割減らすという観点では乗車率が 80% 減るのは好ましいですが、 JR 東海からしたらもう最悪です。またリニアの建設費も結構大変なのでしょう。今現在リニアを作っています。もともとは JR 東海ものすごい利益を上げているので、この利益の費用からガンガンリニアを独自の力で作りました。実際もともとは国の支援等も受け合いましたが一切受けなかったようです。ですがこのコロナショックになってしまうと状態は変わるかもしれません。国からの支援を受けるかもしれませんし、もしかしたら延期するかもしれない。さすがに作るのをやめるという可能性はまだ低いと思いますが、最悪の最悪のシナリオとしては考えておくべきでしょう。まあとはいえこのような感じで JR 東海はかなり新幹線等に売り上げを依存しているという状態です。もちろん新幹線事業が JR 東海というわけではありませんが、やはり新幹線のインパクトが大きいのは事実でしょう。
実際この新幹線のおかげで JR 東海は利益率ナンバーワンという座を持っていましたから、逆に今までがバブルだったのか、そういう風に考えることもできます。では続いて2つ目の問題に行きましょう。2つ目の問題としてはやはり固定費でしょうか。 JR 東海もともとは新幹線をものすごい数を走らせて、しかもものすごい人が乗っていたので、あまりこういうのは問題になりませんでした。ですがこういうウイルスがやってくると急に問題になります。やはり一番の大きなポイントというのは固定費、ここも入るでしょう。固定費とはどういうものか、具体的に言えば土地代とか線路の維持費だったり、あとは車両のメンテナンスにする費用です。電車自体を減便する方法を今は取っていますが、これによって確かに電車の運行費用は抑えられます。ですが土地代だったりは変わりません。これが結構重くのしかかってきます。確かに東京から大阪まで超広大な土地を全部持っている、そうなってくるとやっぱり土地代の税金というのは重たいでしょう。おまけに基本的に土地代は払わないといけません。こうなってくるとさすがにお金も厳しくなるのは明らかですよね。このような感じで新幹線とかの固定費が地味に差し掛かって結構やばい感じになってくる JR 東海、実はもう一個結構まずい点があります。それはコロナが終わった後、つまりアフターコロナと言いますかね、このアフターコロナで新幹線の利用者が結果的にコロナが起きる前に比べて減ってしまう、そういうリスクがあります。どうしてこういうリスクがあるのでしょうか。やはり一番の大きな理由は皆さんもなんかテレビ会議とそういった技術が一気に進んだからだと思います。もともとこういう機能ってスカイプだったりディスコードだったりズームだったりいろいろありましたが、これまではどちらかというとなんか地方のおじいちゃんおばあちゃんと話さないだったり友達と話さないだったり、なんか娯楽的な要素が強かったですが、今回のこのコロナ騒動によって話は全然変わってきます。まず皆さんもご存知の通りリモートワーク、まだまだ復旧はしていませんが実際一部の会社では導入されました。そしてもう一個考えなければいけないのは、コロナというのは一度起きたら終わり、そういうわけではありません。一部専門家の中ではまた今度の春にまたこういうコロナウイルスが再発するのではないか、こういう意見もあったりします。確かに実際ウイルスって一度流行するとまた来年同じくらいの時期に流行するというケースたまにありますよね。こういったことからこのウイルスによる利用者の減少、一度に止まらない可能性があります。こういったことが何年も続くと JR 東海、確かに1年くらいだったら赤字でも仕方ないかもしれませんが、数年間続くとちょっと本当にまずいことだかもしれません。他にも仮にウイルスが止まったとしても憂鬱は続きます。というのもそもそもウイルスの騒動自体リモートワークを進めてしまったために、リモートワークによってそもそも出張しなくてもいいじゃん、こういうことに気づく会社が出てきます。もちろんこういうのはもともとありましたが、実際こういう新しい技術を導入するのを躊躇してた会社がいっぱいありました。ですがこのリモートワークの強制的な導入、ウイルスによる力ですが、これによってなんかリモートワークが増えているため、もしかすると根本的にウイルスが収まったとしても出張するサラリーマンの数が減ってしまい、結果的に新幹線の利用者が減る、こういう危険性があります。やはり新幹線って片道2時間以上もかかるので結構運賃もかかります。しかもこれが往復分かかると考えると、もはやもう交通費をカットしたい、そういう会社が出てきてもおかしくないです。実際にズームの会議とかでやった方が費用は安い傾向にあります。もちろんこれはケースバイケースで全員そうなるというわけではありません。ですがこういう層が一定数ですが出る可能性があります。こうなってくるとやはり新幹線の利用者、根本的な需要の一つであるビジネスマンの利用、これが減ってしまうことによって売上がダウン、こういうリスクもあったりします。もちろんこれが原因でどれぐらい利用者が減るのかはまだ分かりませんが、根本的に売上が下がる可能性というのは十分に考えられます。このようにウイルスが収まった後にもまだまだ実はこっそり減ってしまう需要の原因があったりもしなくもないです。このような感じで結構風通しが悪くなった JR 東海、こういう JR 東海ですが改善策はあるでしょうか。もし利用者が明らかに減りまくった場合に有効策としてはグランクラスがあります。グランクラスというのはグリーン車よりもさらに高価な列車です。実際どれだけ乗るのかは分かりませんので、とりあえずニーズの検証等をしっかりする必要があるかもしれませんが、今現在一応 JR 西日本でグランクラスは運行されています。北陸新幹線 JR 東日本のおまけ的な感じですが、とはいえもしかするとこういう列車に乗ってくる人がいいかもしれません。もしこういうニーズがあるならば、こういう車両を走らせて客単価を上げてそこで売り上げを補填する、こういう立ち回りもありえかもしれません。とはいえこれはあくまでも私汐留はじめの案です。実現性はちょっぴり怪しいですが、一応案の一つとして聞いていただければ幸いです。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は JR 東海がかなりまずい状態だということについて皆さんに紹介しました。
もともと新幹線で収益の半分以上を設けていた JR 東海、この半分が一気に吹き飛んだような感じで、かなりまずい状態になりました。また固定費といった新幹線を運行するために必要な費用も莫大です。こうなってくるとかなり利益がまずいことになっているという点は容易想像がつくでしょう。またさらに怖いのがコロナが収まった後です。 Zoom といったオンライン会議やオンラインミーティング、こういうのが流行ってしまうと、出張してミーティングするそういう機会が減るかもしません。こういった感じで根本的にニーズがなくなることによって利用者が減って、結果的に売り上げが下がる、こういったリスクもあります。こういう感じで JR 東海、将来どうやるか分かりませんが、今現在はすごいヤバい状態になっています。もちろん将来の見通しはまだ分かりません。実際になってみないと分かんないところも多いです。ですが、もしかすると今までの JR 東海のビジネスプランというのは成り立たなくなっていくのかもしれませんね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。私のチャンネルでは他にも分かりやすい鉄道動画をいっぱい投稿しています。もし興味がある方はチャンネル登録をしてぜひ見てくださいね。いっぱい出しますよ、これからも。また面白いと思ったら高評価、クソだと思ったら低評価。私のことが好きになってくれた人もチャンネル登録してくれると嬉しいです。今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。